ぜひ次はアクタン一緒に歌枠コラボしようね。最後の最後のご挨拶は、はい、何ですか？オツアクアズですかね。オツアクアズで終わりましょう。それでは終わりましょうね。はい、せーの。いやアニソン老人化よかったな。はい、はい、行きましょう。はい、せーの。アスオツアクアズ。アクタン、ありがとうございます。来てくれて、なんかフィフスフェスからいろいろお話しするようになって、あれもやったね、アティシマップもやったしね。アティシマップ やりましたな。うわ、楽しかったんで、ちょっと楽しかった。最近関わったばっかりだけど、すごいなんか、個人的なの仲良くなってるような気がします。いや、そう、なんかすごくね、こういっぱいいろいろ話せるようになって、あー、アクタン寂しいよって思いながら、でもアクタンが決めたことだから最後までね、応援したいなと思ってます。ありがとうございます。あずきのね、フェイクのね、ジャケ仲間だもんね。子さんだもんね。確かに、そうだよ、そうだよ。みんなちょっと申し訳ないけど、あつきちゃんのことをね、みんなよりも早く知ってる可能性が高いから、ごめんけど。ごめんね、子さんだから。すまん。そうなの、そっから、すごい時は経って話すようになった。だけど、あとアクタン。何？歌アクコラボ。なんだって歌アクコラボしようね。あと回線が、あ、待って歌アクコラボしようね。回線、約束だよ、約束だからね。回線、回線が悪いな。というわけで、本日はですね、この4人で、アクアズフワモコでコラボ歌枠をお届けしたいと思いまーす。よろしくお願いします。なぜね、今日このメンバーになったのか皆さん気になると思います。アクアさん、はい、あずき、アクタンと歌枠コラボがしたいと、いろいろなところでね、ちょっともう散々言って、なんだこいつって思われてるかもしれない知れないんですけれども、アクアさんにですね、歌枠コラボをアクタン一緒にしたいですって言ったところ、怠慢じゃちょっと無理いや、本当は歌枠コラボも無理だったけど、いやいや、よし、じゃあ怠慢じゃ無理って言えばなんとかなるだろうって思ってたら、なんかね、怠慢じゃ無理ならば、じゃあいろんなホロメンを呼んで一旦一緒に歌枠するのはどうですかと、相談したところ、じゃあそれだったら、まあでも仲いい人とかな、まあ誰かいるかな、いないよねじゃあちょっと無理か。アクタン、ふわもこちゃんがすごくコラボしたがってるんですけど、どうすか、どうすか、アクアさん、どうすか逃げ道なしいや、ありがとうございます、誘ってくれて。あずき、力は逃げられないよということで本日はですね、ふわもこちゃんもお呼びして、この4人でコラボしていきたいと思います。ふわもこちゃんと、なんとアクタンが初コラボ。そうです、今日は初めてですね。そんなちょっと貴重なコラボもありつつ、まあ、このね、メンバーが集まったということはですよ、お三方私たちね、インターネット老人会したいよね。したいです。復活したことだしね。そうだよ、ニコニコも復活したことだし、このメンバーが集まったということは、最近ね、アクタンも、老人会寄りの選曲、大変、とても楽しませていただいております。ありがとうございます。悪霊退散、悪霊退散、怨霊物だけ困った時は、どうまん、せいまん、